はい。11月1日本日のメニューです。テイリーマーケット情報では、またイタリアワインの関連の取材に行ってまいりましたんで、そのレポートです。えー、マーケットの方は、携帯キャリア対エレクトロニクスの対決。結局、携帯キャリアが勝つということでありまして、えー、3日ぶり反発、反落ですかね、になりました。アトラクティブストックスの方では、魅力情報サービスが上がって良かったなっていうような気持ちであります。はい。 <laughs> そして明日はこれを変え伊藤忠商事そして日本ライフライン、えー、でどうかなということであります伊藤忠商事場中スアップですのでご注意ください、えー、ということでこの後は使用指数の動向と22534名柄を中心に大型株の動向を確認してまいりますデイリーマーケット情報をご覧ください実は昨日はですねまあまああの何でしょうこのフリートークの後酔っ払った状態で 話をしていたんですけど例のなんかちょこちょこあるあのイタリアの、うん、なんでしょうそのイタリアワインのなんかイベントのに、まあ、報道のメディアとして、えー、ちょっと呼ばれたので行ってきたんですけどねあな、ま、た。 前前からご覧になっている方はちょろっと知ってる方もいるかと思うんですがそのイタリアのワインを何だっけな1ヶ月間か8月の1ヶ月間で一番売り上げた店舗を表彰するみたいなイベントだったんですねで、えー、一番売り上げたお店でその表彰式が行われましたあのー、表参道のに もうその道沿いにあるビアンカというお店で行ったことはなかったですけど何度も何度も撮ってんだろうなってところでしたからねまあ、そこで、えー、でした2位がトラットリアアズーリ3位が俺のイタリアンヤエスみたいなそんな感じですという表彰式がありましたので,ですね行ってきたんですよで イタリアワイン6000年とかなんとかよくわかんないですけどえ、そんな感じでありました。一応写真撮ってきましたんで、このおばちゃんが、このおばちゃんがなんだか、あのー、主催者の側の人なんだかなんだか忘れましたが、まあ、司会進行とともに勤めてですね、ああだこうだと説明するわけですよ。ほんで、この右側の人はんだかちょっともう忘れました。はい <laughs> で この人もなんかあーだこーだ喋ってたんですけど何だか忘れましたけどこんな顔して日本語をペラペラでしたはい何な,な,なんでしょうね何かよくわかんなかったですけどその関係性が全然よくわかんなかったんですけどはははははははい残念ながらですねその詳しい説明を聞くこともなくですねえー、なんとなくいてなんとなく写真を撮って帰ってきましたんで、はい、まあ言って ただのカメラマン。この、この人がこのお店その会場のそのビアンカっていうお店の店長さん、社長さんだそうです。してあんまり、この手前の女子がちょっと邪魔くさくてですね、こっちにピンとあっちゃって、この人ですね。で、これが2位の、あ、全然ボケている。2位の方々ですね。2位のチーム。で、あとは、えー、っと、 これは3位のチーム。あ、違うや。これな。あ、これ3位かな。俺のイタリアンはなんか代理の人がなんか起きたんだっけな。なんかそんな感じだったんですけど、この人じゃ、この人が俺のイタリアンか。そしたね、はい、そんな感じでした。まあ、そんな感じで、こんな、こんなことになってですね。で、ワインが振る舞われて、乾杯となったわけですよ。<laughs> で、もう酔っ払ってしまう。結構、その、飲みやすくて、 度数きつめのお酒が振る舞われたりとかしてですね、3、4杯飲んで、別になんか帰ってきて、で、これ喋ってる時は全然良かったんですけど、もうその後もすぐ眠くなっちゃって、その、編集作業とかする間もなく寝なてしまって、で、まあちょっと遅めの配信になったんですけど、そんなことでしたよ。はい。というですね、プロセッコ。 まあ、機会があれば、この店行ってみても。まあ、あの、ちょっとした食事も出て美味しかったですよ。はい。まあ、いいとこですしね。えー、ぜひ、行っていただければと思います。ということで、えー、11月ですね。11月になりました。11月1日。 今年もあと2ヶ月頑張ってまいりましょう。えー、日経金株価から見てまいりましょう。はい、日経金株価今日は2 3 0円81銭安21,687円65銭1.06%のマイナスとなりました。なんか落ち着かないですね、最近ね。こっちの方が見やすいですか。見、見やすくはないのか。えー、です。<laughs> まあ、プラまあ、なんでしょうね、プラスになる場面は結局なかったんですけど、<laughs> 残念ながら。らちょっと嫌ですね、この昨日の高値に今日ちょっと迫れなかった。でまあ、現物はあの、なんでしょうね、今日、売り、 気配でスター寄り付きの現物の日経金自体の数字はそこまで下がってないなっていう印象ではあるんでまあ、こんなに差がないところからのスタートなんですけど先物はも当然100数十円から100数十円マイナスからのスタートだったんでうーんまあこういう形なんかちょっと嫌な形に見えるんですけどね、えー、っていうところがちょっとあったりとかしてで 5分足とかで見ると、ですかね、ここから、ここ、ここから、この右半分が日経圏です。まあ、そんな理由で、えっ、ー、と、高いところからスタート、それなりにしっかりしたところからスタートしたんですが、多分 KDDI とか、それの通信各社のところがなかなか値段がつかなかったんで、えーまあ、5分ごとに切り下げていくわけですね。 っていうところで,で、一応上海始まって、上海今日プラスでしたから、それなりにしっかりし戻しはしたんですが、えー、その時結局売られる展開、まあ700円台、800円台になってきたら、一旦ここで売っとこうかっていう、また2番族いつあるか分かんないしっていうところも当然あるんでしょうからね、この2日間で随分開けてきましたんで、というような、えー、動きだったのかなと思っております。これまた黄色になっちゃった。これをだから赤にしてくれ っていうこ,とでこれを、これを定着させたいんですが、どうやったらこの設定が保存されるのか。はい、ですね。陰線アワということで。でその話、昨日のニューヨークではプラス、大幅プラス、大幅プラス、まあ1%弱ですから、ね、1%、241ドル、12セントの中、25,115ドル、76セント、25,000ドル台回復なんですが、 ちょっとやっぱりこれも押し戻された印象で高値25,336ドルまでありましたんであちょっとやっぱりまだ売りの力も強いのかなっていうような印象なんですよね、えー、0.97%上昇ナスダックが昨日ぶん上げました14 144.25ポイント高、えー、7305.9ポイントの上昇 Facebook の、えー、内容が非常に良かったっていうことで Facebook を中心に えー、ハイテク IT 銘柄、ね、上昇したような印象でした。SP500 も1.1%上昇ですね。ただちょっと上髭つけたのが気になるなっていうところではありますが。で、ドル円112円80銭。えっ、ー、と、日中113円とかもあったんですが、ちょっと戻されましたよね。日中はなかったか、昨日か。で、今日は112円台ですかね、後半。というところですが。 えー、一応、だからこの25日移動平均線を上抜けて、でくこのままもう,もう一段、113円後半とか114円台でまた入れるかなっていうところなんですが、ちょっと今、押し戻される、ただ、あのー、今のところちょうどサポートになってくれているような感じではあるので、まあ、ここで止まれるか、ストップできるか。 今日、その25日の値が112円84銭。あちょうど、<laughs> もう112.848ですんで、あ今ちょうど七回移動平均の値です。ここ下回って終わるかどうかというところが注目どころですね。 そうするとまた前のレンジに戻っちゃうっていうところなんで、まあ、下75日111円88銭とかその辺まで下見ていかなきゃいけないことになるという私の見立てです。えー、で、トピックス。14.07ポイント安、1632.05ポイント0.85%の下落です。通信が安いんで、後で見ていきますけど、通信各社が安いんで、あの、携帯キャリア、 で,すね、で、時価総額大きいところですから、影響が大、トピックスの方が影響大きそうなんですが、その逆に村田とか日経平均採用されていないところで頑張った銘柄もあったりとかしましたんで、あそういうところが寄与したのかななんてことを思ったりとか、えー、ハイテク、寝傘、寝傘ハイテク株、半導体関連とかハイテク関連とかが、まあまあしっかりした、ま、面がありましたんでですね。えー、日経平均の方が、 まあ,あまあでもそうか。<笑><笑>えー、ソニーとかそういうところですかね。あの日経的の強度は高くないけど、えー、時価総額大きいところが頑張ったのかなと。そんな感じでしょうか。で、JPX400 とか、まあ同じようなもんか。はい。<laughs> で、ジャスト経験。 12円39銭安3550円78銭0.35%のマイナス。先ほはそんななかったですね。ちょっといよいよ中古型の時代に入ってくるのかなっていう期待を私はしているんですけれども。どうでしょうか。マザーズ指数7.97ポイント安899.59ポイント900ポイント割ってしまいましたね。えー、0.88%のマイナスです。 あのなんだっけな、急落があった場面、こういうような急落があったときに、突、まあ、月足とかで2桁近いマイナスを演じたところ、ちょっと日経平金で見てみましょうか、月足にしてで、2桁ぐらいマイナスになっているはずなんですね、先月。えっ、ー、と、まあ、高いところでまた終わってるんで、先月24,120円から21,920円なんで、 まあ、2桁いかないまでも、まあ、それに近い下落大きな下落をしたでその後月間ベースで見ると2ヶ月3ヶ月ぐらいはちょっと難聴な感じが続くまあズルズル下げていくわけじゃないんだけれどもあんまりちょっと勝率は良くないっていうことらしいんですね。 まあちょっと調整を、まあ落ち着かせながらっていうような戻り方になるようなんですよ。まあ、で、徐々に戻っていく。まあ3ヶ月、4ヶ月とかしてくると、やっと上向いてくるっていうような感じなようです。っていうふうに今日に、に、あのー、証券新聞に書いてありました。<笑>で<笑>、えー、そんな時に、あのー、いい銘柄、どっちかというとディフェンシブだとか、ベータ値の低い銘柄とかあ、そういうのがいいと。だからネガサ株とか、 あの、ROE の高い銘柄とかは、ちょっとこういう時には向かないみたいなことらしいですよ。過去の統計からは。というとこ、ちっとだけお伝えしまして、えーと、リトシスだけ見ておきましょうね。リトシスは0.58%のプラスでした。はい。ということで、2人を銘柄の中身を見ていきましょう。 2、2、えー、5銘柄のうち、値上がり銘柄数は111、変わらずが5、値下がりが109ということで、値上がり銘柄数の方が多いと、2銘柄、2つだけ多いという日なんですが、えーな、日経電子版かなんかすごかったですね、その携帯キャリア3社と、えー、ハイテク電子部品エレクトロニクスの空中戦みたいなことが書いてあって、まあ、まさにその通りだなっていうところ、えー、だったんですが、 えーと個別の中身見ていきましょう。値上がり目から、どっちから見ますか、まあ、値下がりから見ますか、今日は。えー、とその通信3社ですよね。なんつったって。と思いきや、値下がり率トップは、別にそこの辺じゃないんですよね。値下がり率トップ、こちら、三井イアンです、ね。三井造船。えー、400円安1500円。21.05%下落そ,そんなに下げる ことがあって良いのだろうかその造船業きついな上かってるけどなぜ今までこんなの買ってきたっていうぐらいの感じですけどね黄色をちょっと黄色をやめろと <laughs> 黄色をやめてくれとなんでこれ設定元戻っちゃうんですかねめんどくさいはいですね はい、ということでありまして、まあ、もうガツンと下げてしまいましたので、えー、もうしょうがない、我慢 <laughs> ですね。えーまあ、追加費用が発生したということで、今期大幅営業赤字になるということが発表ありましたので、もうしょうがないですね、はい。続いて。 えーと、昨日も下げてました、続落ですね。千代田加工券が値下がり率2位です。今日、今日はストップ安なんです、逆にね。まあ、昨日もか。昨日値段ついてたんですけどね、今日はほぼつかずに。100円安460円、17.79%下落これもだから、その、まあ悪、業績悪いってのもあるんですけど、人手がいないっていうね、人手不足が要因だっていうような話が。 結構メインだったりしますんで、もしじゃあ、それ言われちゃうってう話なんですけどね。はい。千代高高圏が値下がり率。2位。3位はこちら、日清房ですね。えー、日清房205円安1042円16.44%下落。日清坊通期の営業,赤字、えー、営業赤字に転落するということで、これを嫌気した売りが出ております。も、ま、う、あ、随分膨らみましたね。 な一応、陽線で戻ってきてますんで、まあ、こ,こんなに下がったら日清もさすがに買いだろうというところも一部ではあるようです。ここから、えー、携帯キャリアが続きます、えー。一番下がったのはこちらでした。KDDI。シ、え、ス、ーまあ、プレイに、こう、なんでしょうね、こう、なんかその中に出てしまったっていうところもあるのかもしれないです。KDDI、えー、454円,円、50センアス、2360円、16.15%下落です。 KDDI はあの株価自体はそんなに高くない2360円とかそんな感じなんで高くても3000円とかなんでそんなに高くないんですけどあのー、この昔のストックステーションとかでお話ししました通り日経平均株価というのは指数の平均値を取った 指数で、あるとでトピックスというのは株価の過重平均を取ったんで、時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすい。で、日経平均は株価が単純に大きい銘柄の影響を受けやすい。で、KDDI そんなに高くないんですが、計算上みなし値という数字がありまして、KDDI はこの6倍かな ?14,160 円っていう形で扱われるんですね。これはちょっと組み入れのタイミングとかいろんな問題が。で え、修正したりとかっていうタイミング、あの問題で、6倍の値として扱われるんで、非常に日経平均に与える寄与度は大きいですね、KDDI。そんなに株価自体は大きくないのにっていう感じなんですよ。っていうことだけ知っておいていただくと、あ、実は KDDI そんなに高いのね、ということをご理解いただけるのかなと思います。昔は4位でしたからね、その日経平均の構成率、ウェイトの高さ。今 あの東京エレクトロンとかその辺が出てきてますんであれですけどということでありますんで、えー、続いて、えー、お隣さん NTT 本体の方がお父さんの方が大きく下げましたね、えー、日本電信では NTT700 円安4050円14.7%下落ですちょっと陰線つけて下げ止まらなかった最後ストップ安ですかねあとは、えー、こちら 子供の方 NTT ドコモ418円50銭安2426円14.7%下落です逆にドコモなんかみなし茶がこれ242円で換算されるんです,すごくちっちゃいですね影響はそんなドコモは今日,日経平均に対する寄与は1円しかありませんのでこんなに下げてるのに、ね、それは242円で計算されますからっていう感じですねあとヤマハツ 山発のズミ下げまして、えー、391円安22円、2290円14.6%下落。あと、日東電工。電子部品系が結構良かった中で日東電工がちょっとダメだった。まあ、医薬品の部分とかそっちの方がダメだったみたいなことなんですかね。日東電工、えー、1018円安60 60円、6060円14.4%下落。 ここまで結構市場を牽引してきた医薬品の一角崩れてきているぞと。円円安 2, 2円下落まずはヤフーが入ってでソフトバンクですね。738円安 8, 円、8310円8.16%の下落です、まあ。しょうがないですね。 ソフトバンクのも、あの、ぼちぼちですよ。あんな、あの、携帯子会社が出てくるのが。で、の、国内の証券だと、野村、三井住友、まあ、日光か、日光、あ、三菱だったかな。が、主感じだったと思いましたんで、お申し込まれる方は、どうぞ。今のうちにね、そう準備していただいて。 えー、そんな感じであります。ソフトバンク8310円っていう株価なんですが、日経金を計算、日経均株価を計算するときのみなし値は24929、3倍ですので。そんな感じの、まあ、だから、えー、大きいんだなと。日経金3兄弟なんだなと思っていただければ。 あと、見ておきたい NTN ですね。ベアリング産社が今日悪かったですね。決算は内容が悪かったですが、NTN30 円安380円、7.25%下落。ちょっとこっち、米粉はそこまでじゃないんですが、14円安1104円、1.25%下落ですが、ジェ JTEC とテクトの方はきつかったですかね。65円安1344円、4.6%下落と。そんな形になりました。ちょっとベアリング。 いけてないなっていう感じですね。三井造船とか21%下落なんてのがこんなことがあっていいのかっていう感じですよね。日経銀採用銘柄でこんな20%も下落とか <laughs>、そんなのあるって。なんか ね、ナスタックの銘柄じゃないんだからっていうそんな感じですけど、えー、じゃ逆に値上がりした方ですねこちら頑張ったぜと、えー、太陽油電が値上がり率トップでした、えー、275円高2554円12.07%上昇です太陽油まはあ、業績うんぬんっていうところもあって JP モルガンが年間の格上げも出しておりますっていうところですね あとあでちゃんと言わなかったですけど、通信3社が下がったのは、NTT ドコモが、えー、値下げをするということを発表したからですね。来,、えー、来期か、現役になるよというところを発表してますね。その要因ですね。もうずっと言われてましたからね、これ、いつかそ,のそんなことになるんだろうということは、皆さん確保していたと思いますので。 で、えっ、ー、と、太陽油電が良かったんで、で、村田も良かったですね。業績発表非常に良かったということで、1670円中、18,835円、9.7%上昇。村田は225採用ではないので、えー、ここで見ておきました。で、村田と太陽油電がいいんだったら、ここもいいでしょうということで、ね、値上がり率3位、TDK710 円中、14,60円、7.3%上昇。1万円台回復ですね。一気に抜けてきましたね。というところです、ね。値上がり2位は、コナミです。 えー、365円だから4675円、8.5%上昇。こちらも業績好調ですね。よく帰ってきたなって感じですよねで。あと、昨日から続進しております。アドバンテスト、144円だから225円、6.9%上昇。ハンドタイムは、まあ、まちまちだったなっていう今回の結果でしたね。東京エレクトロン、985円安、14700円、6.3%下落。その製造装置関連みたいなところでいうと、アンドファクトリー毎回出してしまう。 スクリーンも今日はマイナスか90円安、えー、6060円1.5%下落です本数が合わなくなっちゃったですねはい今日は一服かであとは東装東洋ソーダ工業、えー、86円安1 5 7十円5.8%下落あと徳山太平洋金属で 電柄、板ガラスが決算悪い中、デあ、デンガ電と AGC、アサヒガラスが決算難聴な中ですね、板ガラスは良かった、45円の中、1000円、4.7%上昇。板ガラス、うんそっかって感じですけどね。だから、あの、逃走とかが上がってるところなんで、まあ、でも AGC が、うんなんとも言えないな。<laughs> あとは、ヤマハ、神戸港、東方亜鉛と、そんなところが上がってます。あと、資生堂、えー、236円高、3.3%上昇、7373円、そんなところですね。楽天、今日ちょっと忙しかったですね、楽天。マイナスの場面もありながら、結局プラスで帰ってきた、23円高、787円、3%上昇。 結体キャリアのその値段引き下げの影響みたいなところがちょっとあったりしたのかもしれないですけど、まあ業、あと業績見て云々っていうところも確認して、で、KDDI との業務提携っていうところを交換、最後は交換したのかなっていう、えー、ふうに思っております。こんな感じですかね。あと、こちらも業績は良かった。三菱ケミカル。科学が戻ってくるのかなっていう感じですよね。それすると、まあ、なかなか楽しいかな。面白いかなっていう感じに。 個人的にはなってくるのかなと思ってるんですがこんなとこかな で三菱ケミカル情報修正と増配を発表しておりますんでねその辺が交換されたと三井化学も良かったですね、えー、自社株買いも同時に発表して79円の中、えー、2614円3.1%上昇なもんかなぞぞ増増かぞぞ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 まあいいや ドゾがちょっと物足りなかったですね内容167円安2552円6.1%下落ちょっとまあ紙、まあ、期想定よりも現役幅大きかったなっていう感じだったですんで、まあ、月なんか行ってる場合じゃないのかもしれないですねという感じでありました、はいえー、ということで以上デイリーマーケット情報のコーナーでした